千尋ちゃんは好きな給食って何？カレー。あ、カレーか。あとなんかデザートもさ、いろんなのがやってますか？あ、豚さんいらっしゃいませ。あー、お腹すいたブー。ところで2人は何の話をしてたんだブー？好きな給食について話してたんだよ。給食？それってなんだブー？学校で出されるお昼のことだよ。揚げパンとかスープとか。おお、とっても美味しそうだブー。食べてみたいブー。任せて、ミルキッズレストラン特製の給食を作ってあげる。ここはミルキッズレストラン。普通のレストランとは違う不思議なレストランなのです。ミルキッズクラブ。ミルキッズクラブの時間だよ。ちひろです。ちいちゃんです。ということで今日はミルキッズレストランオリジナルの給食を作ります。今日の食材はゼリーです。ゼリーで給食、一体どんな風になるんだブー。献立はじゃん、わかめご飯、味噌汁、ハンバーグ、サラダ、デザートです。うわー、楽しみだブー。それじゃあ早速作ってみる。用意するものはこちら。まずはわかめご飯のご飯から作ります。カルピスにゼラチンを入れて溶けるまで混ぜます。 OK。 じゃあ混ぜてください。次にわかめを作るよ。わかめはこの容器に薄く入れてきます。緑を3匹と青を入れて、わかめの色を。もう混ぜてください。もうわかめっぽい色になったかな。うん、なった、ね、冷蔵庫で冷やして固めます。冷やしてる間に他の料理も作っていきます。まずはサラダのトマトから作っていくよ。トマトはこのアセロラジュースを使うよ。よく混ざったらこの型に入れてトマトを作るよ。次はブロッコリーを作ります。ブロッコリーの型には取れやすくするように油を塗っておきます。次は味噌汁の豆腐を作ります。豆腐の形になるようにちょっと多めに入れましょう。OK。 次は味噌汁のネギを作っていきます。さっきのわかめぐらいで薄めに入れていくと。 OK。 デザートの果物を作ります。はい、ちいちゃん、いちごとぶどうが食べたいです。じゃあ作ってあげる。ありがとう。あともう一つパイナップルも食べたいな。まずはぶどうから作っていきます。ぶどうは2色作るから2つ入れるか。ぶどうは
はさっきのトマトの型と一緒に入れていきます。次はパイナップルを作っていきます。パイナップルはこのシフォンケーキの型を使うよ。トマトと同じようにアセロラジュースで作っていくよ。冷蔵庫で冷やして固めます。固まりました。ご飯とわかめをフォークを使って細かくしていきます。ご飯とわかめを混ぜ合わせていきます。ではわかめを入れます。ちょっとわかめご飯っぽくなってきた。わかめご飯できた。次は味噌汁を作ります。大きいゼリーを豆腐の形にしていきます。切っていきます。千尋はリンゴジュースとオレンジジュースで味噌汁の汁を作っていきます。火にかけていきます。豆腐とネギを入れていきます。味噌汁できました。美味しそうだと思ったらグッドボタンお願いします。サラダを盛り付けていきます。次にハンバーグを盛り付けます。最後に果物を盛り付けます。なんかパイナップルすごいここに外側に出ちゃったね大丈夫かな。大きいので切ってから盛り付けます。ちょっと半分にか。ミルキッズレストラン特製給食完成。あ、そうだ、給食といえば牛乳だね、うん、じゃあ早速豚さん呼ぼうか。うん、豚さん給食できたよ。うわー、ついに食べられるむー。ミルキッズレストラン特製の給食です。わかめご飯、味噌汁、ハンバーグ、サラダ、デザートもパイナップル、マスカット、ブドウ、イチゴです。ブヒー、とっても美味しそうだむー。せっかくだし食べるブー。やったー。
何食べるの？トマト。うん、いいよ、好きなの食べよう。おいしい？じゃあ、ぶどうを食べます。ご視聴ありがとうございます。面白かったらグッドボタンお願いします。